ただいまより経済同友会同友クラブ新年開講の会を始めさせていただきます。それでは司会進行のご挨拶を小林代表幹事よりお願いいたします。皆さんこんばんは。本当にお寒い中も多数の皆さんにご集まりいただきました。ありがとうございます。毎年恒例の経済同友会同友クラブ合同の2017年新年会員懇談会を今から開催したいと思います。本日はご案内の通り武田恒和日本オリンピック委員会会長をお迎えいたしまして、リオデジャネイロから東京大会へと題しましてご講演をいただきます。昨年8月に開催されましたリオデジャネイロ大会では日本が史上最多となります41個のメダルを獲得したことは皆さんの記憶にも新しいところだと存じますが、多くの国民に勇気と感動を与えるとともに、スポーツが持つ世界と未来を変える力を改めて感じることができた大会になったと言えると思います。本日お招きいたしました武田会長からは、リオデジャネイロ大会における日本代表選手団の活躍の振り返りと、そこから見えています成果や課題、および東京大会への期待、また東京2020年アクション&リガシープラン等々、東京大会の取り組みの方向性につきましてご紹介をいただけるものと存じます。ご講演の前に武田会長のご略歴を簡単にご紹介を申し上げます。1972年のミュンヘンオリンピックと1976年のモントリオールオリンピックに馬術競技の日本代表選手として出場をされておられます。2001年に日本オリンピック委員会会長に就任され、現在9期目となっておられます。その後2011年東京、2020年オリンピックパラリンピック招致委員会理事長、2012年に国際オリンピック委員会委員、2014年に東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会副会長、国際オリンピック委員会マーケティング委員長などを歴任されておられます。それでは早速でございますが、武田会長よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。新年明けましておめでとうございます。ただのご紹介いただきました日本オリンピック委員会 JOC の武田でございます。経済同友会さんとそれから同友クラブさんの新年懇親会にお招きいただきまして、お話しする機会をいただいたことを大変光栄に思っております。小林代表幹事をはじめ経済同友会の皆さん方には、日頃から JOC の活動に大変お世話になっておりますことをまずもってお礼を申し上げたいと思います。特に、アスリートを採用するプロジェクト、JOC でアスナビと申しておりますが、このアスナビに大変ご協力をいただいておりまして、多くのアスリートが、職を持ち、そして来年の平昌の冬のオリンピック、あるいは2020年の東京オリンピックを目指して、頑張っているところであります。皆さん方にご協力いただいている各社様には本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。本日は先ほど小林代表幹事からお話がありましたけれども、昨年行われましたリオジャネイロオリンピック大会、これを振り返りまして、2020年、どういった戦い、そして試合に臨んでいくのか、またこの大会をどういう大会を目指し、またどんなようなレガシーを、もたらしていこうとしているのか、まあ、そんなお話も今日申し上げたいというふうに思います。まず土曜中に1964年の東京オリンピック大会、それから1972年の札幌の冬季大会、1998年の長野の冬季大会、3回のオリンピックを日本は開催しまして、どの大会も大成功を収めているところであります。そしてこれまで多くのオリンピック招致も手掛けてきましたが、
なかなかオリンピックを勝ち取るには、苦労をしてきたのが現状でありました。1981年に、名古屋が、1988年のオリンピックに、チャレンジいたしましたけれども、これは韓国のソウルに敗れました。それから大阪が2008年のオリンピックを目指しましたけれども北京に敗れました。それで東京が2016年のオリンピックを目指しましたけれども、昨年行われましたリオに敗れたわけであります。そして今回が4回目のチャレンジで、2020年のオリンピック大会を招致を成功したということでありまして、なんとこの間25年という長い道のりでありました。この名古屋のオリンピックを目指した頃からいろいろご活躍された方々も多く亡くなられた方もおられます。そういった方々の積み重ねた努力がこの2020年のオリンピックにつながったんだろうということを忘れてはいけないというふうに思っているところであります。これまでのオリンピックを開催してきた国をちょっと見てみますと、アメリカがトップで8回、夏4回、冬4回、次にフランスが2番目で5回、夏2回、冬3回、そして3番目が日本であります。この2020年東京を含めて4回、夏2回、冬2回ということになるわけですが、続いてドイツが、夏2回、そして、冬1回ですね。そして英国が夏3回、イタリアが夏1回の冬3回、このドイツ、英国、イタリアはこれまで3回のオリンピックを、開催してきております。それからギリシャとオーストラリアは夏を2回ずつ、そしてスイス、オーストリアは冬だけ2回ずつ、この辺が何回か、オリンピックを開催してきている国であります。こういうことを見ますと、日本は、経済大国、スポーツ大国としてオリンピックムーブメントに大きく貢献しているということが、よくわかります。今回のオリンピック招致では本当に経済同友会の皆様方にもご支援いただきまして、私どもが一番心配しておりました支持率も向上することもできましたし、そして、本日宮根さんがいらっしゃいますけれども、オリンピックの招致では先頭に立って、お力をいただきまして現地まで行っていただいて本当に感謝をしているところであります。この招致を掲げましたのもやはり、第一には前回の2016年の招致を失敗したわけですが、その失敗と経験を生かして、そして最高の計画を作ってこの招致に臨めたということもまず言えると思います。そしてオールジャパンで取り組めたということは、そして支持率を上げたということが2016年と大きく違ったところだと思います。また積極的なロビー活動、海外にチャンネルを持った多くの方々のご協力をいただきました。それからプレゼンテーション、これは4回行ったわけですけども、特に最終プレゼンでは高円宮記念、そして安倍総理も含めて8名のメンバーが全員それぞれの責任を果たして、そして、しっかりとした、プレゼンテーションを行ってくれたことを思い出します。事前の読みでは、我々の表読みで必ず勝てるという思いはありましたけども、やっぱり IOC のジャック・ワゲ会長の東京というその言葉を聞いたときには初にやったという喜びでいっぱいでありました。場内の本当に興奮のうつぼとかした、状況を今でも思い出します。あれから早いものでもう3年が経つわけですが、オリンピック開催までも3年半と、なりました。あれから あっという間でありましたけども、これからやらなきゃいけないことはまだまだたくさんあります。大会会場の問題では昨年皆様方にも大変ご心配をおかけいたしましたけれども、3つの会場も決まりました。そしてコストも削減することができました。
やはりこのオリンピックに関わっている皆さんは本当にオリンピックを成功させようとは思っているんですが、やはりそれぞれの立場で意見も終わりで、まあ、そういったことが今後も起きてくると思いますが、最終的にオリンピックを皆さんを成功させようという思いは間違いないので、必ずオリンピックは成功できるというふうに私は信じております。現在は一部の施設費用の負担、こういったものについて議論が行われているところでありますが、まあ、間もなくこれも話し合いがつくと思います。まあ、いずれにいたしましても、東京招致の時のように、オールジャパンで協力して、それで一枚岩になってこのオリンピックを目指していかなきゃならないというふうに思います。無駄なコストをかけることは避けていかなきゃいけませんが、まあ、コストを削減すればよいということではないというふうに思います。何のためにオリンピックを開催するのか、もう一度原点に立ち戻って考え直すことも必要だろうというふうに思います。やはり世界中が注目するこのスポーツの平和の祭典、これを立派に成功させ、そして日本が世界からリスペクトされて、そして日本の存在感を深めていくということは、必ず国益に大きくつながってくることだというふうに思います。我々 JOC もそのために再現の努力をして、皆さん方と協力して成功に導いていきたいというふうに思います。我々 JOC はまた与えられている大きなもう一つの役割があるわけですが、それは、大会を成功させるために欠くことのできない、日本選手団の活躍、これは好成績を上げて国民の皆さん方の期待に応えるということであります。そういった意味では、昨年の、リオジェネイロオリンピック大会は2020年に向けて、まあ、大変、重要な大会でありました。まあ、国民の皆さん方の熱い、ご声援をいただき、おかげさまで2020年の東京大会につながる成績を収めることができたことを大変、嬉しく思っております。それでまずリオ大会における日本選手団の活躍、6分ほどのビデオですが、ぜひご覧いただきたいと思います。本当に日本選手よく頑張ってくれました。当時の感動をまた思い出していただけましたでしょうか。このリオの大会は IOC のオリンピックの120年の歴史で初めて、南アメリカで開催したわけですが、このリオが決まったのが2009年、ちょうど大会の7年前になるわけですが、当時はブラジルの経済も順調でした。でその後、まあ、景気が後退して、財政あるいは治安も悪化しました。また建設の工事も遅れ、そして政治の混乱もありました。自家熱もありました。まあ、そういったことで、多くの不安材料を抱えることになったわけですが、 IOC の懸命なサポートもありましたけれども、国そして市組織委員会が本当に一生懸命最後の最後まで努力をして、大きな問題もなく大会を成功させたということは本当に賞賛に値するというふうに思いました。で今回のリオ大会は206の国と地域が参加したわけですけれども、まあ国を失った難民がオリンピックになんとか出場させたいという IOC の会長の件もありまして、今回初めて難民の選手団を編成いたしました。レフジーの選手団になります。まあこれは難民の多くの難民の人たちに大きな希望を与えただけではなくて、スポーツの持つ価値あるいはその力というものを世界に示すことができたのではないかというふうに思います。で現在もこの難民の問題はますます拡大されてくるような予想がありますけれども、まあ、IOC はすでに2020年の東京大会に向けてこういった難民の選手の活動もサポートして、再び東京でもこういった難民が戻れない、そういう状況には難民の選手団を編成して日本へ送ろうということも今から準備をしているところであります。
世界中のすべての選手がその基準に従い誰でもオリンピックに出る権利があるわけであります。その平等の精神を IOC が重んじて、まあ、こういった、レフジーのチームを作るということは、まあ、非常に、尊いことだというふうに思います。今回のリオの大会は28競技、306種目が、行われました。この中で日本は27競技180種目に選手を派遣することができました。橋本団長、山下副団長、高田総監督、そしてレスリングの吉田選手が主将を務めて、総勢601名という、もう日本のオリンピック史上最大規模の選手団をこのリオに派遣することができました。まあ、このリオにおける日本選手団の活躍は先ほどもご覧いただきましたが、若い選手の活躍がよく目立った大会だったと思います。やはり2020年の東京オリンピックが決まってからそのターゲットのエイジの選手たちは本当にモチベーションが本当に今でも上がっています。各競技において、今まで表に出てこなかった若い選手が2020年には多く活躍してくれるだろうというふうに期待をしております。で、今回もお家芸と呼ばれる柔道、体操、レスリング、そして水泳、これを中心に金メダル12個、銅メダル8、銀メダル8、銅メダル21、そして獲得メダルの総獲得数が41個、入賞総数80という過去最高の成績を収めることができて、まあ、国の皆さん方にも明るい話題を提供することができたというふうに思います。まあ、この成果は選手たちの頑張りはもちろんでありますけれども、国民の皆さん方の本当に温かい声援をいただいたということで本当に感謝を申し上げたいと思います。先ほども言いましたけれども、今回のリオでは、まあ、初日に水泳の萩野選手が男子 400m 個人メドレーで金を獲得したわけですけれども、これからチームジャパンは本当に勢いがつきました。期間中連日日の丸をほぼ上げました。1日だけ確かメダルを上げられない日があったんですが、連日選手が日の丸が上がるたびにそのチームジャパンが盛り上がってきたのを今でも思い出します。水泳は最終的には金が2つ、そして7個のメダルを獲得してくれました。柔道も頑張りました。金3個を含む12個のメダル、特に男子は全階級メダル獲得という完全復活を成し遂げました。これはやはり新監督を今回務めました井上康生監督が非常に選手からの信頼も厚く、そして各選手のその力をしっかりと引き出してこの大会に臨んでくれたからだということを思います。まあ、それだけでなく、女性の選手も、若い選手が出てきておりますし、この2020年ではさらに期待できる柔道を見れるんじゃないかというふうに思います。三宅選手、メダリスト、このお父様ももうメダリストですが、親子水入らずで本当に最後の最後まで、頑張り2大会連続のメダルを獲得しました。で、右の下の羽田選手、これは日本カヌー界初めてのメダル獲得でありましたが、特に羽田選手は高校の時にはもう全日本チャンピオンになる、非常にそういった才能のある選手でしたけれども、良い指導者、良い環境を求めて、そして単身10年一人で強豪国であるスロバキアに行って修行をしてきました。まあ、その中で世界のトップと、そして国際大会を経験して力をつけて今回の成績を残してくれました。カヌーはフラットウォーターと、それからいわゆるスラロームとあるんですが、もうそういう濁流の川は最近はなかなか使えないものですから、いわゆる人工のスラロームで行うんですが、日本には人工のスラロームのコースが一つもないんです。
そういった中で彼はスラロームの選手で、やはりそういうところを求めて海外に行って10年、頑張ってきて、現在非常に世界でもトップの選手に育ってくれました。そして次はお家芸の体操ですけれども、体操も今本当に完全復活いたしました。男子個人総合で優勝した内村選手2連覇。これは加藤沙央選手が2連覇、メキシコミュンヘンと、個人総合を2連覇したわけですけど、それ以来44年ぶり、史上4人目の、連覇を成し遂げたということであります。男子の団体総合でも、12年ぶりに金メダルを獲得いたしました。これはアテネ大会以来ということになります。卓球も中国との差も徐々に縮めてきています。男子の水谷選手は初の男子卓球メダル獲得でありました。そして団体でもメダルを初めて獲得しております。男女とも若い選手が育ってきておりますし、2020年向けて本当に卓球も楽しみだというふうに思います。テニスの、錦織選手、昨日フェデラーに負けて非常に残念でありましたけれども、テニスオリンピック史上96年ぶり、のメダル獲得でありました。実はアントワープ第7回のアントワープ1920年なんですが、ここで熊谷選手がテニスで銀メダルを獲得します。これは日本人としての初めてオリンピックのメダルがこのテニスの銀メダルだったわけですが、それから96年ぶりということになります。まだまだ西堀選手も2020年に向けて、まずメジャーを優勝して、そして2020年にぜひ向かっていってもらいたいというふうに、期待したいと思います。そして、次はこれもお家芸の一つであるレスリング、4つの金を含め7個のメダルを獲得しました。女子が圧倒的に強い、日本のレスリングであります。特にその中でも伊調選手は、女子のフリースタイルで4連覇を果たすわけですが、これはオリンピックの全種目を通じた女子の個人種目で4連覇、これは初めてのことであります。まあ、そういうことを考えると本当の大変な快挙であります。5連覇狙うのかどうか本人はこれからよく考えて決めるようでありますけれども、まあ、5連覇狙えるのは世界で彼女一人しかいないわけで、ぜひ可能であればチャレンジしてもらいたいという気持ちがあります。そして伊調選手は、国民栄誉賞も受賞されました。次にバドミントンもどんどん強くなっています。女子のダブルスで初の金、そして、個人でも銀メダルを獲得をしています。昨年ですか、このバドミントンは男子の選手が非常に、社会的な問題を起こして、今回、出場は、何人かできませんでした。今非常に謹慎中でありますが、今後バドミントン界としては、そういう状況を見ながらオリンピックも、試合に入れたいということを言っております。そういった選手たちが本当にまた一からやり直して、そして世界を目指してくれればありがたいというふうに思います。もし、本当にそういった若い選手たちが、男女とも揃っていけば、このバドミントンも、トップを狙えるスポーツの一つだというふうに思います。陸上、これもすごかったですね。 4×100m、まさに、一人一人のタイムを見れば10秒を切る選手は一人もいないんですが、アメリカ10秒以内で走ってくる選手を揃えてアメリカにタイムで勝つ、これはやはりチームワークしかないと思います。バトンタッチも、素晴らしいバトンタッチでありましたし、次回が非常に楽しみだというふうに思います。今回のこのリオの大会を振り返って総括していますと、
まあ、全体的に幅広く選手が活躍してくれたというふうに思います。取りこぼしもいくつかありました。しかし、まあどの競技も頑張り、そしてメダル数では過去最高のメダルを取ったということは、この2020年に向けて明るい材料だったというふうに思います。ただし、その昨年のオリンピックの前年、2年前に行われた各競技団体ごとの世界選手権でいきますと、我々は14個の金メダルは取れるというふうに踏んでおったんですが、これには2つ届きませんでした。やはり金を獲得するその難しさというものを改めて痛感したところであります。この2020年にはこの巻き返しをぜひして、銀銅の選手たちには頑張ってさらに上を目指してもらいたいというふうに思っています。それから今回の選手の活躍でやはり大きく力になったのは、国が設置してくれたナショナルトレーニングセンター、これは2008年にできたんですが、選手たちの大変重要なトレーニング場所になっています。現在15競技が専用にトレーニングができる、24時間365日毎日合宿ができる状況で、600人が一斉にそこで宿泊できる、いわゆる選手村が用意されております。そして第2トレセンがこのナショナルトレセンの隣接地に2019年にまた完成する予定であります。で、なんといってもこのナショナルトレセンがさらに有効的に使えるのは、その隣接に国立スポーツ科学センターがあることです。で、これは2001年にできたんですけれども、いわゆるスポーツ医科学のサポートを選手が全面的に受けられるようになっています。スポーツ大国の中ではこの科学スポーツ科学センターができたのは日本が一番遅かったんです。韓国とか多くの国にはもう1970年代には、こういった科学センターを持って国が持っていたんですが、なかなか日本は、その設置するまでに時間がかかったんですが、その代わり世界中のスポーツ科学センターを研究して世界で一番いいものを作ることができました。そういう中で、医科学的には選手の予防リハビリ、それから科学的には情報の分析、それからいわゆるトレーニング、科学的なトレーニングの導入、そういったことが行われております。このナショナルトレーニングセンターができるまでは各競技ともそれぞれバラバラに練習をしておりましたので、各競技だった他の選手と会うということはオリンピックとか、アジア大会とかそういうところ以外はなかったんですね。それがこういったナショナルトレーニング戦ができることによって、いわゆるそのチームジャパンとしての意識が高揚されて、自分自身がチームジャパンとして、そして各他の競技ともいろいろな情報交換して、いわゆる自分たちのスポーツにそういうことを生かすことができたということは非常に大きかったというふうに思います。それから国の強化費も増えてまいりました。また我々のお世話になっているマーケティングも収入も増えてきておりまして、決してまだ十分ではないんですけれども、こういった増額されてきたことによって合宿あるいは海外の遠征も増やすことができるようになりました。それから優秀なコーチも招聘するということが最近は増えてきておりまして、こういったことも大きな力になってきているわけであります。それでは次に、このオリンピックを開催した都市 その金メダルの獲得の推移をちょっと見てみたいと思います。ここに示されております、まず緑は、オーストラリアのシドニー大会なんですけれども、シドニー大会が行われる2大会前の競技では、オーストラリアは金メダルの数で10位でありました。それが直近の大会で7位に上昇して、そして本番のシドニーの大会ではオーストラリアは金メダル4位に獲得しております。中国はもともと強いんですが、2大会前が金メダル総数が3位、そして直近の大会で2位、北京の大会でアメリカを初めて破って
1位になりました。青はロンドン、英国ロンドンでありますが、大会前が金メダル数で10位、直近の大会で4位、そして本番で3位と上がってまいりました。そこ行きますと、日本はどういう状況にあるかと申しますと、まずロンドン大会で日本は金メダルで10位、そして昨年のリオで、6位に上がってきました。そして2020年、我々が現在目指そうとしているのは世界目標3位であります。この3位というのは、大変高い目標を設定しておりますが、その現実性を少し詰めてお話をしたいというふうに思います。この表は各大会における1位から3位までのこれまでの金メダルの数であります。金メダルで上位3位となるためには、この表で見ても分かりますけれども、非常にその年にその大会によって、幅はあるんですが、20から30個のメダルが金メダルが必要になります。そのためには、このリオで、取りこぼした金、これは、銀も銅も限りなく近い紙一重の銀銅があるわけですけれども、これをさらに、レベルアップすること、それから今回追加競技が決まりました。野球、ソフト、そして空手であります。空手は6種目ありますし、そういう中で複数の金をこれは目指してまいりたいと思います。それから若者のスポーツで、サーフィン、それからロッククライミング、それからローラースポーツの中にあるんです。ローラースポーツではなくて、いわゆるローラースポーツに近いんですけども、若者が街の中でこう、滑るスポーツ、これもなかなか若い選手には人気があって、特にサーフィン、ロッククライミングは世界でもメダルを取れる選手がいるというふうに聞いております。まだ、JOC の会員にもなってないんで、我々も勉強不足なんですけども、非常に高いレベルを持っているというふうに、聞いています。それから今回金メダル、メダルは取れなかった競技団体、こういった競技団体に関しても、やはりホームの利を生かしてメダルを獲得ということを、もう至上命令で現在各競技団体に、指示を出して非常に頑張ってくれています。そうなったらまた金メダルも狙う、レベル選手も出てくるというふうに思います。そういう中でしっかりと競技成績を上げてきている競技団体には、やはり強化費も手厚く出しながら、そして可能性をさらに突き止めていきたいというふうに思います。また金メダルでこういったことを考えますと、20、30というのは過去にメダル、金メダル取った経験は日本はありません。2004年のあの時の、アテネの大会で16の金を取ったのが過去最高で、1960年東京オリンピックと同じ数になります。しかし決して、夢の数ではなく、これは必ずこの目標を達成したいというふうに思っております。メダルのことばかりお話ししてきたんですが、オリンピックは決してメダルを取ることが全てではありません。やはり、高い目標に向かって努力を積み重ねるということがスポーツの、一番価値のあるところだというふうに思います。それがスポーツの素晴らしさであり、厳しいトレーニング、近くそして途中で諦めることなく自分の限界に挑戦していく、そして見せるそのパフォーマンス、記録というものに多くの方が感動、夢を持たれるんだというふうに思います。元 IOC で、
の会長であった久保男爵が、ある神父の言葉を引用して言われた有名な言葉で、オリンピックで重要なのは勝つことではなく参加することである。この言葉はあまりにも有名なんですが、実はこの後に続く言葉が非常に重要だというふうに思います。人生にとって大切なことは成功することでなく努力することである。やはりその努力ということが非常に人間としての、重要な、価値ということを説いているんだと思います。そしてここに出ている写真、本当にどれも素晴らしいと思います。選手たちが戦い終わって、そしてひとたび、大会を離れたときに、このようにお互い相手をリスペクトして健闘し合う、これこそ本当に国境をまたいで、そして人種、あるいは肌の色関係なくお互いに友情を温められる、まあ、そういったことがこのスポーツを通じた世界平和の祭典オリンピックが求めていることであり、ぜひ皆さん方もこの2020年、この素晴らしさをぜひ実感していただきたいというふうに思います。で、今回のリオの大会のトピックスをいくつかお伝えお話したいと思いますが、ご承知のようにゴルフは、今回新しく、オリンピックの競技に入りました。第2回のパリ、そして3回のセントルイスで行われ、112年ぶりのオリンピックへの正式な競技として復活いたしました。まあ、日本メダルに惜しくも届きませんでしたけれども、女子では野村選手が4位につけるという成績を残してくれました。まあ、今回松山選手は、残念ながら出場しなかったんですけれども、4年後にはぜひ参加して、いい成績をぜひ目指し、今ゴルフ日本は非常に、盛んなポピュラーな国ですし、そういった結果を残して、今後に続けてもらいたいというふうに思います。それから7人制のラグビーも新たに追加されたわけですけれども、まあ、ラグビーの15人制はもともとオリンピックの競技でもありました。1924年までオリンピックの競技で行われてたんですが、この7人制は初めてオリンピックの種目に、入りました。まあ、今回は初戦から強豪ニュージーランドを破って、そして4位に入ったということで、これも次の2020年に向けて期待ができるスポーツだと思います。それから先ほどもビデオでありましたけれども、ブラジルの、まあ、リオはサンパウロに多くありますファベーラ、いわゆるそのスラム街出身の選手が今回ブラジル代表で柔道の右の上の選手ですけれども金メダルを獲得しました。まあ、ブラジルでは大変な大きなニュースとなりまして、多くのブラジル人に、希望を与えたんだというふうに思います。まあ、今回、女性の出場が非常に増えまして、これまでで最高 45% 全体の 45% が女性の選手だったということで、あります。それから今回の開会式では皆さんご承知のようにハンドオーバーセレモニーが行われたわけですけれども、まあ、オリンピック旗はリオの市長から IOC のバッハ会長に、そして IOC バッハ会長から小池知事に渡り、現在東京へすで、に到着して、このフラッグの、日本中を駆け巡っているところであります。このセレモニーは安倍総理がマリオに扮して登場されるわけですけども、まあ、その他にもそのブラジル そのサンバに負けないノリで日本のテクノロジーを発信し、で本当に海外のメディアには絶賛でありました。まあ、そういったことではこの素晴らしいスタートが切れたのではないかというふうに思います。そしていよいよ次は夏のオリンピックが東京へ来るわけであります。まあ、今回、皆さん方のご声援のおかげで、また銀座で、パラリンピックの皆さんと共に、パレードをさせていただきました。ロンドンを上回る80万人の方々に、
銀座に駆けつけていただき、本当に選手は感動しております。ちょっとこの時の、ビデオ、1分弱のものですけど、ちょっとご覧いただきたいと思います。本当に大勢の方々が関心を持っていただいて応援いただいたということで、本当にあの感謝であります。まあ、なんといっても一番感動をもらったのは選手でありますし、きっとこのパワーはこの2020年に必ずまた発揮してくれるものだろうというふうに信じております。で、今回の大会でありますけれども、大会のビジョンについてちょっとお話をしたいと思います。今回の大会のビジョンは、スポーツには世界と未来を変える力が、これは招致時に、スローガンでありました Discover Tomorrow という、これをもとに、私組織委員会が作ったビジョンであります。これを作るにあたって、第一に、都民、国民、世界中の人々がオリンピック・パラリンピックをただ見るということだけでなくて、自らが作り出していくというシンプルな分かりやすい表現にしております。そして第二には、できる限り多くの人に参画してもらいたいということで、大会ビジョン自体がオリンピック・パラリンピックに向けた動きを盛り上げる、そういったものにいたしました。それがこのスポーツには世界との未来を変える力があるであります。そしてこの中に3つの基本コンセプトがあります。で、1つが全員が自己ベスト、万全の大会の準備を行ってアスリートにとって最高の舞台を作ると、そして最高のパフォーマンス、記録を出せる、そういった大会を実現しようということであります。そして日本が誇る、いわゆる最先技術、最先端技術を駆使した、競技会の整備、それから外国人に対して最高のおもてなしを持って迎える大会にしたいということであります。多様性と調和、まあ、人種の肌の色、性別、言語、宗教、政治、あるいは障害の有無、こういったものを違いを受け入れる、互いに認め合う大会にしたい。そして世界中の人々が多様性を認め、共生社会を育む大会としたいということが、この2番目の多様性と調和であります。そして未来への提唱、東京2020年の大会は成熟国家として世界にポジティブな改革を促し、それをレガシーとして未来につなげていきたい、そういう思いを持ち、この3つのコンセプトに絞りました。そして IOC も2014年に、IOC の今後の方向性を定めたオリンピックアジェンダ2020を策定をいたしました。で、この2020の東京大会が、このオリンピックアジェンダ22ができて最初の大会になります。オリンピックの改革のスタートとなる、そしてそのために将来のモデルケースとなる理想のオリンピックを実現していかなければなりません。このオリンピックのアジェンダ2020に伴いまして、東京2020年はコスト、あるいは環境に配慮した大会運営が求められてまいります。そして、これは国立競技場含め、先立って決まった、有明のアリーナでありますけれども、まあ、こういったレガシーは、日本の今後のスポーツの振興に重要な拠点となってまいります。右側の下の選手村でありますけれども、選手村は分譲マンションとなり、各住戸に家庭用燃料電池を配備、いたします。そして商業棟はできますが、また住宅の共用部には水素と空気中の酸素を反応させる発電、そして、次世代型の燃料電池としてを設置して、将来のモデルタウンを作っていこうということが現在計画されております。まあ、こういったものが、レガシーと、実際のハードのレガシーとして残っていくことになると思います。また今回のオリンピックのマーケティングについて少し、お話を申し上げたいと思います。多くの企業の皆さん方にこの、東京オリンピックの
スポンサーとしてご協力をいただいていることにまず感謝を申し上げたいと思いますが、このいわゆるオリンピックマーケティングは、そのスポンサーシッププログラム、IOC が設定しているプログラムがございます。まず最初にトップパートナーと呼ばれるワールドワイドの権利を持ったパートナーがあります。世界最高位のランクでそのスポンサーが、12社があります。実は先週一つ増えまして、13社になったんですが、これが12社ですね。例えばコカ・コーラで言えばアルコールを除く飲料水全般であります。いわゆるノンアルコール、それからマクドナルドさんで言えば外食産業、いわゆるファストフードチェーン、こういったものは全て、この中に含まれるわけであります。日本からは3社オリンピックのトップパートナーに参加していただいておりますが、パナソニックさんはオーディオビジュアル機器、それからプリズンソンさんはタイヤおよび、免震ゴム、それからトヨタさんはモビリティサービスとして乗用車あるいは小型モビリティなどであります。先ほど申し上げたそう13番目というのは、これは中国のアリババであります。クラウド、Cコマースが入ってきております。これでいきますと日本は3社、中国、韓国は1社ずつ、あとはフランスが1社ありました。あとはアメリカの企業であります。でこれが1業種1社で、限定されておりまして、カテゴリーで分けられております。でこの13社のカテゴリーは一切、各 NOC あるいはオリンピックの組織委員会では、使うことはできなくなっております。ですから今回の東京の組織委員会が行いますジョイントマーケティングではこれ以外の、いわゆる業種の皆様方にスポンサーになっていただいているということであります。で今回の、東京大会のジョイントマーケティングや、ゴールドパートナーとして、15社の皆さん方にすでに、スポンサーパートナーとしてご協力をいただいております。それが15社の皆さんでいらっしゃいます。これがティア1と、我々呼んでおりますが、その下次のおっしゃるパートナーティア2はすでに27社の皆さん方にパートナーとしてご協力をいただいているところであります。このように本当に多くの企業の皆さん方にこのオリンピックを支えていただいているということは本当にありがたいことで、こういった皆さん方のご協力によったマーケティング収入は有効的に使っていかなきゃいけないということであります。またこのあと、来年年内ぐらいから始まると思いますが、要するにサポーターとして、今後ティア3の、皆さん方にスポンサーになっていただくそういった作業に今入っているところであります。で IOC では、現在、発展途上国へのサポートでありますとかあるいは世界のスポーツの発展のために年間を通じて1日に 3.5 ミリオン US ダラーを拠出し続けているこういうところであります。こういったもちろんオリンピックの開催の補助にしてもこのトップパートナーの収入の半分、その半分のうちの3分の2が夏の大会、3分の1が冬の大会を援助しているところであります。でその主な権利の内容でありますけれども、まず、その故障の使用権、これはオリンピック競技大会というあるいは日本の選手団といった故障あるいはマークの使用権、エンブレムマスコット
あるいは、スローガン、そういったものを、歌手さんが、使えるということであります。それから商品サービスのサプライ券、あるいは大会関連グッズのプレミアム利用券、こういったものが、マナー券になります。あるいは関連素材としていろんなものがあるんですが、映像や写真、日本選手団の写真、そういったものも使用する権利を持たれます。まあ、スポンサーのレベルに応じて、まあ、使用可能な権利も異なりますけれども、こういった権利で皆さん方にはご利用いただいているところであります。この先ほどもちょっとお話しいたしましたけれども、いわゆるワールドワイドのトップパートナーは世界で、そのカテゴリーにおいて権利を持っているわけですが、それ以外のカテゴリーにおいて各国の NOC あるいは、オリンピックを開催する、国の、ジョイントマーケットでは、それぞれ、新しくスポンサーを、とパートナーを結ぶことが許されております。でそれで先ほどのゴールドパートナー、オフィシャルパートナー、サポーターがあるわけですけれども、こういったものを全て含めてトップパートナーを含めて東京の組織委員会にこれが収入として入れてあります。でこれを大会の準備運営資金、それともう一つはパラリンピック、日本パラリンピック、あるいは日本オリンピックのいわゆる競技の選手を強化費として一部いただくことになっております。これで、ジョイントマーケティングという言い方をしておりますが、今回の組織委員会ではこのような形で皆さんからの協力を分配させていただいているところであります。今回、のオリンピック当初から東日本大震災に対してどんな貢献ができるかということで始まっておりますけれども、世界各国から多くの支援をいただきました。そして東京大会ではこの聖火リレーが被災地をたどるルートを現在検討しているところでありますけれども、その復興した姿を世界に示して感謝いただいた方々に、協力いただいた方々にその感謝の気持ちを伝えるところであります。また一部の競技も被災地で開催することを現在検討しておりまして、開催されることによって、子どもさんたちにも勇気と活力を伝えていくことができるんだろうというふうに思います。この東京オリンピックを通しまして、スポーツの素晴らしさをこの被災地の子どもさんたちだけでなく日本中の時代を担う若者にですね、この伝え広げていく、そして、スポーツ文化を日本中に、出していく、そういったことが今後、できる、実現していければこのオリンピックの意義というものは素晴らしいレガシーとして残っていくんだろうというふうに思います。それから現在、世界中でドーピングの問題が大きく取り上げられておりますが、これまで日本では、オリンピック夏冬合わせて、ドーピング違反ということは一人も出ていないのが現状であります。これは、我々としても誇るべき、今後も続けて努力していかなきゃいけないんですが、これ日本の選手のみならずこの東京大会では、世界から、ドーピング違反者を出さないクリーンな大会を、目指していくということで現在いろいろ努力をしておりますが、これが実現できれば、世界のスポーツ界にとっても大きなレガシーになるんだろうというふうに思います。また2020年にはこの外国人の観光客は4000万人を超えるだろうと言われておりますが、このオリンピックへ多くの方々が来られるにあたって日本の素晴らしい伝統あるいは文化、芸術に触れていただき、日本のテクノロジーを世界に発信する、最高の、機会だろうというふうに思います。そういった意味でも、このオリンピックをぜひ成功させて、そして、
将来に、いいレガシーが残るように、今後も努力していかなきゃいけないというふうに思います。最後に一つお伝えしたいことがあるんですが、実は来月19日から26日まで、札幌におきまして札幌冬季アジア大会が開催されます。これなかなかあまり盛り上がってなくて、ご存じない方もおられると思いますが、来年の平昌のオリンピックの前哨戦ともなりますし、ぜひ冬の選手も応援してぜひいただき、関心を持っていただければ大変幸せでなります。ちょうど時間となりましたので、これで終了させていただきたいと思いますが、2020年のオリンピックに向けて、日本選手団も頑張ってまいります。ぜひとも皆さん方のまた引き続きご声援と、そしてオリンピック成功への、ご指導支援をぜひお願い申し上げて、終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。手順書をやっております森哲也と申します。だいぶ前にもちょっと委員長、それから柔道の山下監督がここへいらしてると思うんですね。質問したというかお話申し上げたと思います。それは何か今度も空手が日本の武道として参加し、柔道は昔に入ってきたというところになってみますとですね、最近私僕も柔道私もやってきたことがあるんですけども、がっかりしちゃってあんまり柔道を見る気がしなくなってるんですよ。なぜかというと例の例に終わって例に始まって例に終わるこの形のものをですね、もう本当に優勝するような立派な選手がね、もう崩してるんですね。礼をする前にですね、ガッツポーズをして、これはね、何のために礼があるのかということを本当に感じましたね。で、山下先生に質問したら、国際的になったからいいんだと思います。こうおっしゃるんですね。とんでもない話ではないのかなと。でまあ、日本人が出場するものはですね、やっぱり礼に始まって礼に終わるというふうな形のものをね、スポーツの世界に全部普及していただきたいなというふうな、これちょっと思いがあるんですけれども、少なくとも柔道空手は結構はないですね。そのものにはね、完全に礼の形を復活させてもらうように委員長にお願いしたいなと、このように思います。いや、ご質問ありがとうございます。柔道を空手にしても国内の大会ではきちっと礼に始まって礼に終わっているというふうに思いますが、やはりインターナショナルの試合になりますとですね、必ずしも皆各選手がきちっと礼を重んじているかというと残念な面もよく見ます。やはりこれは日本柔道連盟も空手連盟も国際連盟に加盟しながら、ルールあるいはそういったスポーツの精神、そういったものはしっかり話しているんだと思います。で、そういったものを最終的に決めて大会を運営するのは国際
連盟ですので、それはどこまでそれを徹底しているかということは疑問に思いますけれども、今おっしゃられたような点、私も同じように感じることがありますので、日本の連盟にはまた機会のときに話をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。オリンピックの映像を含めてまた感動が蘇ってですね、ぜひ2020年頑張ってほしいなと思うんですけど、ナショナルトレーニングセンターの市があって、選手評価にし、非常に効果があって取り組んでいるということなんですが、ちょっと、なんていうか余計な心配かもしれませんけど、プレッシャーがですね、こんだけお金かけたんだみたいな、ね、話になる。やっぱりこうメンタルが本番ではすごく重要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その狭間で選手たちも悩むんでしょうけど、そのメンタル面のトレーニングとかですね、その辺の取り組みはどういう形になっていらっしゃるんでしょうか。ありがとうございます。やはり選手はそれは必ずプレッシャーはあると思いますが、そのプレッシャーを乗り越えるのはやっぱ練習しかないんですね。ですからその練習を本当に繰り返すことによって、プレッシャーを自分の味方にしていくということができる選手は強い結果が出てくると思うんです。ただみんながそれができるわけじゃないので、今おっしゃられたメンタルトレーニングは非常に重要だと思います。ナショナルトレーニングセンター、味の素ナショナルトレーニングセンターですけども、ここではそのメンタルトレーニングも行っています。専門家の医師によって、各選手いろいろ状況を説明し、普段どういうトレーニングをしたらいいかということも、現在行っております。そういう成果も中には出てきているのかなということも感じますけども、なかなか全部選手がそうじゃめ、プレッシャーを弾かけているかというと、まだそこまでいっておりませんが、これは今後も続けていかなきゃいけないというふうに思っております。ありがとうございます。どうぞ。今日は本当にお忙しいと、ありがとうございます。木又と申しますが、リゾートトラストと申します。今日も実は長谷博先生と今日も話しておりまして、2つありまして、1つはパラリンピックがですね、どうしてもこう先にないとこう霞んじゃうっていうのがいつも思っておることでありまして、そういう方はよく言われることでございますが、ぜひこうパラリンピックを前にやることができないのかなというのが一つとですね、二つ目は実は私どもがいろいろこうやっておりますのが、28競技、今回もそうでございますよね、全競技この、東京主催地の国では全競技は、ね、確か出ることができるでございますよね、確か。でそうすると強化されているところとされていないところとあって、で今メンタルの話がございましたけれども、このフィジカルのですね、やはりサポートがどうしても強化から外れているところが弱くなるということで、重生さんとかですね、新旧の方々にも応援いただいて、アスリートサポートの協会というのを、長谷さんとか大臣経験者にも顧問になって作っておりまして、ぜひまたオリンピック協会からこういうところをもっとこう応援してやってくれというご質問をまたご質問いただければと思っております。最初あったお話ですけども、パラ大会オリンピック大会の前に開催したという話だと思います。オリンピックは120年の歴史があるんですが、パラリンピックは東京オリンピックから始まります。その後もオリンピック、パラリンピックは別々の組織で別々の会場でずっと行われてきたのが現状。初めて同じ組織で運営したのがつい最近にロンドンかその前くらいだったと思います。でこれも IOC が全ての施設、選手村を用意するんですが、そういったものを
オリンピックも全部無償で使わせてあげようということで、全部オープンしたのが最近であります。それで、まあ、先にパラリンピックをじゃあ使わせたどうかという議論はされているかどうかは知りませんけれども、私が伺っているのは、まあ、その施設をパラリンピックが使う場合、競技によっては、もう一回会場がですね、いわゆるオリンピックで使えるような状況で、終わらないんだそうです。そうするとその期間、それをもう一回直す時間はまずないということと、それからパラリンピック、オリンピック一緒にやったらいいんじゃないかというお話もよく伺うんですが、やはりそうしますと選手村はもっと倍ぐらい必要になってきますし、ですからそういったことを考えると、まあ、どちらが先にしなきゃいけない。で、今オリンピック協議会としては、パラリンピックを先に使ったどうかということは、非常に難しい、できない、状況、できる状況ではないというふうに感じます。ただ、パラリンピックには全面的に、無償で使ってもらって、そして、そういう協力はしようということで、莫大なお金は拠出してお手伝いをさせていただいているのが現状だと思います。それから全競技オリンピックに出られたという質問なんですけれども、競技によっては予選を通過しなければ出せないという競技もありました。で、ただこの東京大会へのいわゆる予選競技の、最終的なルールはまだできていませんので、それはどうなるか分かりませんけれども、中には予選を勝ち上げなきゃ出られないという競技は出てくるということは十分にあるというふうに思います。それで最後の質問は、それでよろしいですか。強化をですね、強くされているところと、やはりそうでないところがやっぱり、はい、あったりもした。で、特にそのされてないアスリートの方々のですね、フィジカルをですね、まあ、要はドクター的な問題ではなくて、もう少しこうファインチューンアップしていくというかいうことで、全国の新旧政府柔道整復師さんとか応援しようということで、まあ、長谷さんと一緒にやってるんですけど、またどういうところをこう強化してくれっていうやつをまた出していただけるとありがたいなと思います。競技団体によっては規模も全く違いますし、まあ、サッカー連盟はもうそれで非常に予算を持って、いろいろ活動をされてますけど、非常に小さな、競技団体もあります。ですから同じことはできないんですが、ナショナルトレーセンができた、あるいはスポーツ企画センターができたということは、全ての今加盟連盟が自由に使えるということですので、そこでの協力は得られますので、まあ、そういったところで各競技団体いろいろ活用していただいて、フィジカルな面も含めてですね、強化につなげていただきたいというふうに、どうもありがとうございました。私は株式会社インテックの花岡と申します。つい先ほど のパートナーの石田の方の新年会、ここ 1,2 週間前でしたけども、柔道の井上康生監督のお話を1時間ほど伺う機会がありましたので、その時のお話で、まあ、先ほど柔道を話してましたので、かなり科学的合理的なトレーニングを取り入れて、昔はただ走るだけだったと、それを選手に合わせて、さまざまな科学的知見を取り入れて成果を残したという話がありまして、そうしますと日本人の場合、かなりやはり体格的に言うと欧米の大きな選手には劣るところもありますけども、そういう科学的合理的な知見を取り入れていけば相当やれるんじゃないかと。そのためには例えば大学ですとか研究機関とのものすごく緊密な連携が必要だと思うんですけども、会長の方ではそのあたりはどのようにお考えでございましょうか。今おっしゃったように、その医科学のサポートというのは非常に重要だと思います。やはり日本に2001年に国立スポーツ科学センターができてから、非常に日本の成績も上がりました。で、最初にその成績を上げたのはアテネで、その直前にできましたので、その成果は本当に数字に表れてきたと思います。で、各大学でもいわゆるスポーツ医科学の分野で研究している学校もあります。そういうところと今の JIS スポーツ科学センターとは、いろいろ情報を交換しながらそして行っているのが現状で、やはりこれはもともと柔道も今のスポーツ科学センターのそういった
サポートを十分受けている競技ですし、それが今回の成績も間違いなくつながってきていると思いますので、まあ、こういったものに関しては今後もともとですね、力を入れながら世界はどんどん進んでますので、その最先端を行きながら新しいスポーツ科学の力を選手に備えさせていかなきゃいけないというふうに思います。今後重要なところですので、我々も協力していきたいと思います。ありがとうございます。選手の強化のことなんですけれども、先ほど説明がありましたようにですね、日本がメダルを取れているのはですね、よく見ると全て個人競技なんですね。個人が個人として戦っている競技なんです。で、団体で戦う競技っていうのは一つのメダルが取れていません。またその有力だという競技も非常に少ないように思います。そこに何かですね、そしてその強い競技を見てみるとですね、やはり指導方法が非常にいい、いいコーチがいると、いい養成方法が出て、そして協会もしっかりしているというところが多いように私には感じられます。で、何かですね、日本は例えば製造現場などではですね、非常にその一致協力をして、団体としてやるということが非常に日本は得意だと思うんですけれども、ことスポーツにおいてはですね、団体競技は弱いと、世界的なレベルですね。もちろんその体力差があるという競技もその中には多いと思うんですけれどもですね、何かそこのですね、ところをもう少し分析をしてみると、何か示唆するところがあるんじゃないかというのが、ちょっと私の考えが、感想なのでですね、あえてここでご披露させていただきました。ありがとうございます。おっしゃる通り、団体競技は今苦戦しております。特に強かったなでしこジャパン、サッカーの女子ですけども、ずっとオリンピック世界選手権で、アメリカと争いながら1位2位を収めてきました。今回予選に残れなかったんですね。オリンピックに出られませんでした。これは本当に我々もショックだったんですが、ちょうど選手の入れ替わりという強かったなでしこから選手が入れ替わる時期であったかもしれないんですけども、今新生なでしこを立て直して、サッカー協会も頑張ってますので、ぜひ女子のサッカーは期待したいというふうに思っています。男子のサッカーも、今U17、21等でも頑張ってますし、この2020年にはさらにいい選手が出て、いいチームができるんじゃないかということは期待しています。本当に今回一つもメダルがなかったんです。今まで大体メダル、チーム競技は一つ二つは取ってたんですけども、バレーも今回、女子取れませんでしたし、ただバスケットは非常に強く頑張ってきました。で、もう少しでメダルのところまで来てます。バレーの女子ももう一つ頑張ってメダルというところまでいるんですが、メダル届きませんでした。あと、バスケットはですね、バスケットが、おかげさまで、プロリーグとそれから実業団も一緒になりまして一つになったということは今後強化もさらに進んでいくと思いますし、そういった意味でバスケットは非常に期待しています。特にバスケットの人口というのは日本は非常に多いですね。世界で最も多い。それでですから会員も多いですし、それでもなかなか結果が出てないというのがバスケットだったんです。ただ、これから体制も変わってきましたし、一生懸命やってるんですが、なんと2020年には成績を見せてもらいたいというふうに思っています。それから、ハンドボールが最も苦戦してますね。ミュンヘン以来オリンピック出てないです。今回28競技のうち出られなかったらハンドボールだけなんです。男女ともになかなか予選通過頑張ってるんですけども、中国、韓国が強いんですね。なかなかこの壁を破れないというのが、ハンドボールですけども、ハンドボールもコーチも海外から、強いコーチを今度は呼びましたし、そういったことで、努力はしておりますので、2020年に向けてなんとかみんなしなきゃということで頑張ってますので、
そういったことにやっぱり費用も必要になってきます。そういったことでできるサポートは国も含めて協力いただいているので、なんとかやっぱり団体競技が頑張りませんとですね、チームジャパンが盛り上がらないんですね。団体競技成績がありますとね、全体チームが他の競技まで盛り上がってくる。そういった意味で団体競技の活躍というのはものすごく重要でして、我々もこれをなんとか、強いチームを育てていかなきゃいけない。競技団体とは、強化の会議を重ねていろいろやってるんですが、残念ながらリオでは結果が出なくて申し訳なかったと思いますけども、2020年には団体も含めてですね、成績を収めれるように最大限努力をしていきたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。時間も参りましたので、最後に、招致の時からですね、かなりご活躍され、今もパラリンピックオリンピックの委員長をやられています、新谷さん、一言突然で申し上げないと。ありがとうございました。みんな我々ビジネスマンですので、聞きたいことが一つございまして、メダルを取るとですね、いろんな国がですね、メダリストに報奨金を出してると。で、日本の場合どのようになり、その効果というものがあるのかというと、私、経済界としてできるようなことはそういうものでなんかあるのかとかですね、その後やはり就職だとかですね、どういう形で日本らしいその支援ができるのか、これを報奨金もなんとなく日本的にあのような感じもしましてね、何かしら日本らしいその活躍した方々がですね、私たちが応援できる、その後も安心してですね、やっぱりやれるそのアスナビのようなものをもっともっとですね、いろいろことが必要かなと。ただ一方で数値的に金メダルを取る上でですね、中国も韓国もやってると聞いております。こういったものももう少し進めてもいいんじゃないか、国費の投入なのか、我々の方から何かしらサポートするのか、どういう考え方をお持ちか、ちょっと会長のお話を伺いたいと思いまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。報奨金は我々 JOC の一般会計から出してるんですけども、大体オリンピックの時では3億ぐらいは用意してるんです。で、1位が今まで300だったんですけど、今度500万円上げました。で、これもですね、国が上げろ上げろとおっしゃるんですけど、一切お金はサポートしてもらえないんですよそれで、500万にして、例えばチーム競技で勝つとですね、全員に500万ずつ払わなきゃいけないんです。そういうことを考えると結構な金額になるんですね。ですから、でも額が大きければいいもんじゃないと思います。これが大きくて、それで勝てばメダル取れば生涯保証されるみたいなことがあるとですね、ドーピングとかですね、そういうことを問題を起こしている国々があるんですね。ですからやっぱり常識的な額が必要だろう。それでむしろオリンピック終わった後に、やっぱりきちっとしたその、なんていうんですかね、報奨金ということでなくても、社会的にきちっとしたそういった、チーム含めてですね、選手が与えられるといいんじゃないかというふうに思います。今この500万にしましたけど、それが妥当なのか、多すぎるのか少なすぎるのか分かんないんですけども、私はちょうど手頃な報奨金かなと。ただ各選手みんなこういろいろ属してますので、いろいろ集めると何千万になるようですね。そういった意味では、そこそこ金メダル取った選手は、合わせて取ったりという時には、まずは額もらえてるのかなという気がいたします。それからアスナビの件は本当に感謝してます。もうすでに、100名を超えたと思うんですけども、各企業さんにご協力いただいて、選手たちは安心して練習ができる環境ができました。昔は選手になっても、あるいは企業さんがサポートしていただいても、次のオリンピックの何年までは面倒を見ましょう、それまで面倒を見ていただいても、そこから先保証何もないですから、オリンピック終わった後の自分の身分を考えたら、本当に真剣練習に励めませんよね。で、それが今はアスナビで採用していただいた会社さんは、それ以後も選手をその仕事に就かせていただけるということで、選手は安心して練習ができる、その環境はものすごく選手にとってありがたい環境だと思いますし、そういったありがたい環境をいただいた選手は頑張ってもらわなきゃいけないんで、我々も
できる復習はしたいと思いますが、今後もそれがさらに大きな、プロジェクトになっていけるようにまたいろいろご相談申し上げてお力添えをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも武田会長、本当に、心のこもったまた詳細なお話、それと、誠実なお答えをいただきましてありがとうございました。それでは武田会長の今後のますますのご活躍と2020年のオリンピックこれの大成功を記念いたしまして、それと武田会長への感謝の意を持って拍手をお送りしたいと思います。ありがとうございました。